うちの場合は特徴としてそのフレーバーに合わせて配合を全部変えてるんですね。でこれはまあ若干企業秘密っちゃ企業秘密の部類なんですけど、だから素材が一番まあ引き立つような感じで作ってる。だから手間はかかるんですけど。じゃあベースのミルクアイスがあるわけではないってことですよね。そうです。基本はまあもちろん牛乳使うやつは牛乳、そうなんですけど、配合を全部変えてるっていうことです。だからレシピが全然違うんですね。そうです。だからミルクベースをドーンと作って、うち今日はじゃあバナナ、さっき言ったイチゴだチョコだっていくわけではないんですね。シーカーサーって沖縄、まあ、勝山もそうですけど、いろんなそのあるじゃないですか、その産地の有名なところで、一応私いろいろまあ試作したんですね。まあその中でこれ青切りシーカーサーなんですけど、結構一番美味しかったと私の中ではあって、生産されてる方も紹介していただいて、まあ農家さんなんですけど、でもう10年以上それをまあずっと続けて使ってるから、そうですね。ラムレーザーラム酒、伊江島 のサンタマリアという品種名なんです、商品名は。黒糖を使って、はい、まあサトウキビからラム酒ですかね。ラム酒に自分でまあつけて、まあ結構つけてますかね。